はい、こんにちは。2020年の立命館大学の英語ね、公表しようと思います。で、結論から言うと、立命館難しくなってきましたね。はい、昔からね、今まで形式同じなんですが、徐々にレベルが上がってきました。ですが、どういうところにね、対策をね、皆さんしていかなあかんか、これちゃんと分かってほしいと思うので、ちょっと形式を確認しましょう。はい、このね、立命は長文と会話と、文法と、あとは語彙、この4項目をですね、大問分けて聞いてくるんですが、まあ、結構ね、受験生に立命館の英語の印象を聞くと、こっちっていう人多いんですね。まあ、要は自分は文法が苦手だから立命に向いてないとか、あとは会話の表現とかも覚えないといけないから面倒くさいとかいう人いるんですが、正直合格する人はここでは全然差がつきません。なぜならこれ簡単だからです。これもう昔からずっと会話、文法、語彙は簡単です。ただしね、とは言っても2020年はポロポロ落とすような問題が増えました。特に語彙に関しては、まあ、英検準1とかちょっとそれ以上あるんじゃねえのみたいな、まあ、難しいものが出されていたので、まあ、言ってもね、まあ、それができてようができてまいが、あんま合否には関わらないかなというふうに思いました。とりあえずこの会話、文法、語彙などこういった部分はちゃんと勉強しておけば誰でも解けてしまう、まあ、そういうところなんですね。一方で長文、これはね、難しい。はい、昔はね、長文ね、立命簡単だと思ってたんですけど、もうね、最近見てたらこれはもう難しいと言ってしまうというふうに思ったんですね。で、どういうところが難しいかなんですが、少し具体的にいきますね。立命館の長文は大問1が内容合致、大問2が空所、まあ関係です。まあ、とりあえずね、この長文の中に全部の要素が混ざって聞かれるのではなくて、こうやってね、問われることがね、絞られるんですよ。大問1では内容合致だけだから内容に集中して解いてくださいというのと、大問2では空所と、あとね、下線部言い換え、指示語把握があるんですけど、まあほぼ空所、はい、内容合致なしで空所だけに限定するからちゃんと解いてください、こういうね、分けて聞かれたら楽そうに思いません？だってやることが限られるから、全部読んで途中で解いてみたいな、そんなことしなくても、まあ読むだけでしょ、で一文ちゃんと解くだけでしょって感じで、形式はシンプルなんですよ。ですがね、これ困ったことにそれがうまくできなくなりました。どういうことかというと、これ例えば大問1の内容合致はこれね、まずは、これ探さないといけません。どこに書いてるかをちゃんと探す、まず立命館はね、長文長いからそれが難しいんですよ、ね、自分なりには書いてそうだったなって雰囲気じゃ間違います。きちんと根拠の箇所がどこかを探さないといけなくて、そしてその箇所を正確に和訳できるかってことを正語で狙ってきます。だから長文全体の趣旨をつかむというよりは、この部分的なとこを探したり訳したりっていうね、まあ、結局はね、細かい、まあ、ところまで読めてるか、これを聞くんですね。そして大問2の空所は今年結構印象的だったのが、空所ってさ、一文だけ和訳したら解ける印象多いよね。はい、でもちろん僕もその他の大学の対策ではまず一文からってことは教えてるんですが、それだけじゃ足りませんよ。はい、立命館はまずは空所しかない、もしくは下線部しかないけど、全体の趣旨が分かっていないと、そもそもその一文がよく分からんというような問題が出ました。部分を聞いてると思いや、結局全体像をつかめてるかと。だからこういうね、形式にとらわれず、そもそも立命館は全体的に読む力をどれだけ高めてるか、これが長文の対策なんですね。だから形式はシンプルだから、過去問対策ということよりは、そもそも年間を通して読解力をどれだけ高めるか、これは立命館では大きな差を生むと思ってください。もちろんこれ取ってね、はい、会話、文法、語彙が取れるだけの基礎力ないとそれは通りませんから、まあ、それはささっと対策した上で、長文にひたすら力を入れて、まあ、とことんそれをね、最後は形式に合わせていくだけだという感じで、もう読解力重視の大学だというふうに思ってください。で、今回は、特にこのね、空所でね、もうまさに立命館みたいな、問題がありましたから、それを共有しようと思います。では、早速チャレンジしてみてください。どうぞ。
で今回、この空書では、長文の一部から抜粋しましたが、ディスフルエントといって、まあ、言いよどみ、まあ、簡単に言ったら噛むことね、喋っててこう詰まってしまう、噛むじゃないですか。これが、その人の知識量をどう表すか、つまり噛む人は知識足りないんじゃないの、要は頭悪いんじゃないのみたいな、それをどういうふうに捉えるかっていう英文でした。で、今回はこの空書 F の部分なんですが、前後文に問題がありますね。このようにで、設問の形式を見たら分かりますが、接続副詞、要は前と後ろを訳してそのつながりを見る問題だから、まず自分で前後を読んで、同じ話か違う話かみたいに、まあ、シンプルに分けれたらそれで OK なんですが、まあ訳しづらいですよね、前後が。だからここに推測する力というよりは、前後をまず訳せるかっていうのが大きな壁になります。じゃあ前の文章ね、この Expert doctors also produced more complex sentences、 専門的な医者はまたより複雑な文章を生み出し、そして数多くの言いよどみをする。だから難しいこと言ってめちゃくちゃ噛んでしまうと。そしてその後ろコンマ calling into、 ここ文構造分かりましたか。こうね、 calling into question the idea that、 なんですが、あ、これ結構面白いところでね、あ、 calling でした、はい、コーリングで、これね、ここからまず ing が来て、一番最後までが、これ文構造上、修飾語じゃないとおかしいですね。ですから、ここの部分は分子構文と言われるもんですね。 S は V して何々するみたいに訳していくと。で、ここ call into question は、これは熟語で問題視するとか、疑念を抱くという動詞ですよね。で、the idea that から、まあ、同格の that を伴って、まあ、これ目的はと。じゃあちょっとね、聞いてみましょうか。これ、疑問に思う人誰ですか？はい。本来このね、いわゆる分子構文っていうのは、ここの、まあ、前に主語がないじゃん。疑念に思うのは誰かって主語ないでしょ？この前に来た主語とここの意味上の主語が一致するから省略されるって言われがちですが、今回違います。だってね、これ文頭の専門的な医者が難しいこと言って噛んじゃう、つまり自分がね、むずいこと言ってよく噛んじゃう。で、はい、このね、後ろのことに疑問に思う、まあ、ちなみにざっと以下は、噛んでしまうってことはその素材操れてない、まあ簡単に言ったら噛むってことは知識ないんじゃないのって話なんですね。よく噛むってことは知識が足りないのじゃないかって疑問に思うと。はい、これ別に専門的な医者が自分で、あ、俺よく噛むから知識足りないんじゃないのとは思わないですね。はい、ですから今回この動詞に対する主語はここです。お、まあ、実は分子構文は前に来た文章を主語として使って後ろにこの動詞を続けることとしても使います。だから専門的な医者は難しい文章を言ってよく噛んじゃうと、そのことが、噛むことが知識足りないということにこれは疑問を抱かせるよね。ね、だってプロの医者ですよ、まあ、難しいこと言って噛んじゃう、プロの医者が難しいこと言って噛んじゃうっていうのが、じゃあよく噛むから知識足りないっていうのはちょっとおかしくないみたいないうことなんです。はい、ですからまずこの一文をきちんとどれだけ構造に沿って訳せたか、噛むからといってあるそのね、自分が話すことをうまく操れてないということにはならないんじゃないかということです。そして次の文章いきましょう。 The authors of the study suggest that、 研究、その研究というか、まあ、この研究の著者が、示唆するのはざっと以下、経験豊かな医者はより噛んでしまう、そのわけは知識がいっぱいあって細かい説明をするからだ。だから簡単に言ったら下の文章はね、医者が言いよどむのは知識あるから。
はい、ちょっと長いからもう日本語しましたが、医者がね言い淀むのは知識がいっぱいあるからだってことを実は研究で示唆したんですよ。これ前後の文章の内容どうでしょうか。はい、噛むから知識ないっていうのはおかしくないですか。知識、言い淀む、要は噛んでしまうのは知識あるからですよ。これって前後どう内容なの、わかる。はい、噛んじゃうっていうのが知識ないっていうのはおかしくない。はい、噛んでしまうのはなんなら知識あるんですよと分かってます。実はこれは前後がまあほぼほぼ同内容なんですよ。はい、まずこの前後の文章を自分の言葉で捉えて関係を見るということができたかと。だからこれって精読力まずいるでしょって話なんですね。はい、その手でじゃあ選択肢見ていきましょうか。まず1番の選択肢、for instance、 これは例えばという意味では前後の文章はほぼ同じですけど、下の文章が具体例にはなってないよね。具体例になるということは具体的な単語とか事例が出てきて同じ話になるわけですが、別に今回全然具体化されていないということでこれは違うと。さてじゃあ残り2と3と4、どれが前後の内容を同じだっていうふうに考えるもんでしょうかと見ていくと、まあ2と4は違うってわかるよね。2番それにもかかわらずって逆の話でしょ。はい、で4番一方でってことはそれは2つが逆の話だよね。まあ対比してる話。はい、ということで答えは3番の on the contrary でした。いきましょうか。はい、オンザコントラリー、これね去年もその前も何回か出てるんですけど、それどころかむしろとかとんでもない。はい、じゃあまずこれをね覚えてください。オンザコントラリーはそれどころかむしろ、まあそれどころかむしろっていうのは、まあ、前後で同じようなことを言うんですね。まあ今回だったらよく噛んでしまうっていうのが知識ないということじゃないでしょ。それどころかむしろ噛んでしまう人知識あるからなんですよというふうに同じ話ですね。でこのね知識の使い方がすごく大事で、それどころかむしろっていう和訳から分かるんですけど、こっちめちゃくちゃ自分の意見を言いたいよね。むしろこうなんだよってね、すんごいこっちは肯定されてる内容が来るということは、こっちの内容は否定されているんですよ。ここを全面的に強く否定するんです。むしろこうだよって自分で後ろに肯定するということは、その前に来たことはそんなことないよっていうふうに強く否定するんです。だからここの部分に否定を表すノットが来たりとか、ただね否定のノットだけじゃないんですよ。否定的な言葉、今回だったらこれだよね。疑念を抱くとか、違うんじゃねえのみたいな、何かしらここを全面的に否定して後ろに自分の意見を言っていくっていうのがこの使い方。まあただしポイントはね、こいつはちゃんと前後の内容が同じ話が続くぞってことをまず覚えておけば使いやすいと思います。いいですか。 A ではなくそれどころかむしろ B っていうのはこの言葉だけでははっきりしないけど、とりあえず前後に同じような内容が来るということなんです。はい、で少しね、このね、意味、それどころかむしろっていうのをちょっと深めたいですから、これ図解しましょうか。こんな感じです。例えばこうね、足の速さで、はい、転校してきたね彼は足が速いのかなっていうことを言ってると、あの子ってさ、まあ、小学生とかよく言うじゃん、あいつ足速いの遅いのみたいな感じでなんかこうね優劣つけちゃうみたいな。はい、であいつは足が遅いのか足が速いのかみたいなって感じですが、例えばね、なんか見た目上あいつ足めちゃくちゃ遅そうじゃねみたいな、けどね誰かそいつを知ってる知人がそんなことないよみたいなね、そいつは全然遅くなんかない。いいですか。あのねノットとちょっと違うの分かる。全然遅くないよ、遅くないよっつったらさ、ある子の足の速さが遅くありませんっつったら、その子は普通の足の速さかもしれないし、もしくはめちゃくちゃ速いかもしれないね。ノットだけだったら。いいですか。何かを否定するっていうのはこいつが違う、足の遅さはね、足は別に遅くはないぞと、その子は別に普通に走れる、もしくはめちゃくちゃ速く走れるかってどっちか分かりません。ただし今回オンザコントラリーをつけることによって
もともとこの単語って反対って意味でしょ。だから遅くはない、遅くはないと、反対だよっていうのは真逆ですよっていうことで、こっちめっちゃくっちゃ早いんだよと。つまり日本語の感覚で言ったらもう全然違うって感じ。あれ違うよ、もう全然違うよ、むしろ逆だよということね。彼は足が遅くはない、それどころかそんなことは全然違う、普通でも全然ない、その真逆で超速いよ、はい、という感覚なんですね。だからコントラリーという反対という言葉を使っているのにもかかわらず、結局結論としてはこの前後の内容が、まあ、ほぼ同一な、内容立場になっているということです、はい。まあ、今回の文章で言ったら、噛んでしまうってことは知識ないんじゃないの、なことはないと、その逆で噛んじゃうっていうのは知識あるんですよということを伝える文章でした、はい。このようにね、オン・ザ・コントラリー、まあ、出しましたが、2019年ではここ前に否定的な内容が来ますよってことをちゃんと知っとかないと解きづらい問題がありました。まあ、要はね、全部前後関係だけうまく読んで解くってことはうまくいかないから、こういう接続系の知識もね、どういう場面でよく使うかとかをパターンで押さえていくとか、これすごい大事だと思います。とりあえずオン・ザ・コントラリーは前に何か全面的に否定する内容や語句が来て、はい、それをひっくり返した自分の意見を後ろに持ってくるということですね、はい。これしっかり押さえておいてほしいかなと思いますので、まあ今後勉強する方はですね、まあ、こういう立命館らしい、まあ、接続副詞とかいろいろありますけど、ちゃんと押さえとけってことね。これでね、一応2020年の官官同率の公表を簡単にいたしましたが、とりあえずね、同社と感覚を受ける方は相当熟語、単語、まあ、語彙ですね、これ対策でやってください。そもそも読むレベルが高い大学ですから、まあ、語彙レベルを上げておかないと太刀打ちができない。逆にそれさえやればかなり力を発揮しやすい大学だと思ってください。一方で寛大と立命館はですね、まあ、比較的読みやすく思うし、まあ、形式も同じだから対策が、ね、しやすいんだけど、そもそも読む力、読解力をもっと高める、英文を精読してちゃんと長文も対策するといった部分をしっかりやらないとですね、設問でポロポロ落としてしまいますから、まあ、寛大立命館は特に、まあ、長文系をね、力入れていったらいいんじゃないかなと思いますので、まあ、あとはね、まあ、それぞれいろんな対策はありますが、まあ、総じて官官同率は英語の基礎がまずは重要になってきて、それをどれだけ高められるか、勉強できるかによって合否は決まるというのは間違いないということですから、今後受ける方しっかり頑張ってほしいと思います。以上です。